このマシンもグリッドに今収まっていきます。フォーミュラリージョナルジャパニーズチャンピオンシップラウンド6第14戦、後方でグリーンフラッグが振られました。さあどんな戦いになっていくんだ。レッドシグナル1セットスタートしました。スタート佐野勇気、いいスタートを決めていく。その後ろ浦部も続いていくが2番手、その後ろの中村義明もいいスタートを決めてきたのではないでしょうか。ここが CR コーナーに入ってきました。黒いマシンがワンツーで進み出してきまして、ポジションも上げてきましたね。チャンピオンミハイル・サウザー4番手、そしてその後ろには赤いマシンですから中村、まずオープニングラッパー佐野勇気、そして3番手争いが激しいコーナーになりそうです。いい側にミハイル・サウザー、そして外から中村義明、中村義明が4番手上がり、そして2番手上がってきたのはアーティスト1人からじゃないですかね。GR スープラコーナーに向かっていく。